はい、七月二十五日火曜日イかれるスリーミーの時間です。よろしくお願いいたします。<laughs> えー、本日はですね、えー、あの虎にいらっしゃるいらっしゃいますけれども、本日スタジオにいらっしゃっているのは自民党前衆議院議員の長尾隆さんです。はい、どうぞよろしくお願いします。えー、もう一方が産経新聞論説委員アビルルリさんで。はい、よろしくお願いします。はい。 えー、いつもの西岡さんは所用がございまして、今日は欠席されております、えー。それからスカイプでタレントの千葉玲子さんです。れいちゃんよろしくお願いします。はい、いますはい。えー、長尾さんは、ここの番組は久々かもしれませんが。はい、あ、いろんな番組でも出てますよね。あ、もう。 何でも毎,日毎晩やってんだよでしたっけあの10時から毎晩は文化人放送局2で日曜日以外は時夜の10時から11時まで日曜日以外全部毎日はいはもう大変お世話になっていますそれはすごいねでもね1時間、はい、1> 毎日じゃあ酒なんか飲んでる場合じゃないじゃないあ,あのちょっと飲んでもいいという条件であ時々あのチャット欄に「長尾今日酔っ払ってんない」みたいな <laughs> あのチャットが入るホントにいい。はい あの人とやってののはあなんだっけ中野区議会議員の吉田光一さんと一緒にそうですか吉田さんもんか僕らの木曜日に出た場合もね飲み行こうっつったいや10時から番組あるんでどう?」とか言ってる間には飲んで行きますよねちゃんとだから二次会に行かなくなったんで体は極めて健康になりましたよねあのお金もその分かからなくなりましたね はいじゃあれいちゃん最初世論調査はこれは1と2を続けて読んでもらっていいでしょうかお願いします。はい えー、岸田内閣支持率35%、6ポイント下落し、発足以降最低。読売新聞。岸田内閣の支持率は前回から6ポイント下落し、2021年10月の内閣発足以降最低の35%となった。不支持率は52%、前回44%で、2022年12月に並び最高となった。 えー、岸田内閣支持率28%。 2ヶ月で17ポイント下落毎日新聞です毎日新聞は全国世論調査を実施岸田内閣の支持率は前回調査33%から5ポイント下落し28%だった支持率が30%を下回るのは2月調査26%以来5ヶ月ぶり不支持率は前回調査58%から7ポイント増の65%だった。 これ,長尾さんね、これは前段の部分は読売が35%で6ポイント下落で下のうは「満新聞」がもう3割を切って 28%2 か月で17ポイント下落ということですがあの正直言って「満新聞」の世論調査は僕は信用してないんですよ。だから3割を切ったってこれだけをもって断定するのはちょっと危険かなと思いますがそれでもですね、まあ、読売新聞も。 あの問題は続落してきてきるどこも2ヶ月3ヶ月とそれの結果この数字っていうことは僕も長くこういう仕事してますけどこれはかなり危険な兆候だと私はもう感じてますけど長野さんはどういうふうに見てますか そうですねついぞこの間まで、うん、G7 終わった時青木の法則で言うと70ポイント超えてたそれでたまたまあの拾った資料で各あの内閣支持率の,その下落のこの,あのグラフが、まあ、ちょっとお見せできないんですけどやっぱりこの。 数週間の下落のこの急カーブというのはう、ね、確かに他の政権のカーブに比べて格段に、ね、まあ強いてあげるとしたら鳩山菅、うん、野田政権の時の,この下落のこの急カーブと同じぐらいのカーブをそのう民主党政権の時ってうです、描いているのであのまあ多分あの長らく政界を見てるいる 加藤先生からすればあの多分これは相当あの、えー、信じてはいないとはいえ、うん、あの今だかつてないそんな続落のことじ出てくるからあんまりこれ<の>踏み込みませんが岸田総理がいずれまた上がるとおっしゃったというんだけど正直言って上がる要素がない今のところは。まあ,あるとすれば拉致問題かあるいは統一教会の えー、解散請求かみたいなとこじゃないですかです、ね、もうこれ特に拉致問題、うん、この瞬間ね、うん、あの即時一括全員帰国が通せない以外の条件はないわけで,で、ね、ここにね手を出すようなことがあったら絶対ならないと思う、ね、まあその話もちょっと長くなったらやめますけども、はい、まあ伝わってくる情報はもう非常にまずいというかい要素はないですよね。 はい畔蒜さんにももちろんお尋ねしなきゃいけませんけれども、はい、これは、えっと、39%ごめんなさい何,何パーセントでしたっけ先週かって言ってたのはン40%全般ぐらいですかと40%あるかないかぐらいでしたよねよ <laughs>、まあ、だからほぼ大体同じような傾向だという前提でお尋ねしますけどやはり私たちはその続落してるっていうことがかなり政権としてはよくないというか危険なことだと思うんですが、うん、そのあたりについてどうですか、はい、これねあの 新聞各紙みんなマイナーカードがあのー、主因みたいに書いてますけども、はい,はい、いやまあ確かに一つの要素であることは間違いないでしょうが、うん、マイナーカードだけでここまで引きずることはないんですよ、ねうんうん、おっしゃるとおり。で、はい、あるいは日経さんはその長男光鉄の話を書いてますけど、あんな長男光鉄の話もみんな忘れ, <laughs> 忘れちゃってる。そんな <laughs> そんなことはないですよ、ね。そしありましたねそんなことって感じて。はい、でそこでやっぱり気になるのは の内閣支持率だけじゃなくて政党支持率が落ちてることですよね毎日は確かにちょっと数字いつも極端なんですがとうとう自民党24%まで落ちちゃったって、ね、いうことですよねこれはねやっぱりその LGBT 法の中身もそうですけど LGBT 法強行の時の不透明で短平球のやり方に国民が不信を持ったんじゃないかと、うんうん、それが徐々に響いてきたと思うんですね。例えば読売新聞の,あのあ 首相に指導力があるは5%。あ、5%しかない。うん、で、首相が信頼歴は9%なんです。あ、ひどいな。つまりこれ岸田さん自身が今あの非常に不況というかあのもう信頼されてないということをはっきりともう出てますよね。ねやっぱりやり方がまずかったんですよ。ですから今急にその車座で対話集会みたいなのをやるって言ってますけど、ねうん、まあいかにも取ってつけた感じになってますので。うん まあなかなか加藤さんおっしゃるように取り返す材料っていうのは少ないと思いますね。うん、僕もうね本当不思議と長田さん思うんですが、まあシムネって多少違うと言いながら、なんでこの資質低下の原因にですねマイナーカードとかましては。 あのご長男の秘書官のこととかそんなこと関係あるわけないでしょう、ね、でなぜか LGBT っていうことを書かないとか避けたがるっていうのがそれは新聞社としてみればみんな、まあ、どっちかといえば支援した方だからっていうのはあったとしてもあのやり方でカンカンになっ起こってしかも女性の人権に関わることでね人権をないがしろにしてましてや危険な目に合わせるっていう話になってるとそれは怒るに決まってるじゃないですか。うん それとプラスしてまだ出てないか言いますけどやっぱり増税これだけもうメニュー全部かよっていうぐらいの次々と増税の話が連日出るとねこれは皆さん庶民の感覚で言えばそれは起こりますよね。LGBT 法に言うとですねはい、はい、珍しくこれ日経なんですけども、はい、日経さんがまあたった3行ですけども保守層が批判する LGBT 理解増進法などが要因に挙げられるっていう<ー>一言は ここに入りましたけれはその加藤さんがおっしゃったように LGBT 推進派の新聞が多かったっていうことも一つあるでしょうし、うん、まあもう一つはその法がねできる直前あたりの世論調査だと、うん、で,きできる方がいいっていうのが多かったんですね。すまだいろんなそのこの法律の問題点とかは強く浸透してなかったからですね、うん、まあ今ではそれも徐々,徐々に変わってると思いますけどね。そうですよね あ長さんどうですかまあやっぱりあの手続き論特に政治に関心の高い保守層はあの時の圧倒的多数で反対が多かったのに、うん、あのまま押し込んだということですね。うんうん、であまり政治に関心のない方々もですね、うんうん、ようやくこの LGBT 法ができてから、はい、なんか変なことになってるらしいよということが、うん、まあ あの主婦の間でもだいぶ話題になるらしいなってる誰が、うん、言うともなくですね、うん、あとはまあ,あのなんかサラリーマン増税があるらしいよとかいう感じ退職金課税なんてものすごく気にしてますよやっぱりなんそうですよだって最後にもらえる、まあ、ご褒美みたいな、ね、普通サラリーマンが手出しないような額、はい、それからえこれに課税するのかよって それはみんなびっくりしますよ、ね、だから長く長く続け会社に勤めれば勤めるほど控除が大きくなるからけ、うん、しからみたいな、うん、そういうかきぶりなんですよね、うん、でも昔の日本の働き方っていうのは就職したらそこまで最後までね定年退職までつ続けるっていうのは一つの美徳だったんですけど控除、まあ、についてもまあ2分の1っていうねあの退職金控除の特例があるんですけどあれを外された日にはですね ほらもうあのサラリーマンあのぶち切れですよ。ぶち切れ。もっとねあの一般サラリーマンもっと怒った方がいいですよ。あの十七年僕もサラリーマンやりましたんでサラリーマンもうガラス張りですんでね。あなたが書いたけどサラリーマンは既得権益を サラリーマンの既得権,権を守るという戦うような党はどこもないというのはやっぱ大きいで,、ね、ですだから控除しかないわけですよ。脱、うんえー、税は誰もいけませんけれど、うん、サラリーマン以外はですね結構いろんな節税のテクニックがありますんでね。 あと世そ論そ調査でいうとね毎日さんが面白かったのは入閣してほしい人の名前で高市さんが1位になったんです2位が小泉さん3位が河野太郎さんとまあその辺はあれなんですが、うん、4位に小野田公己さんが入ってきましてやはりこのあらかじめ毎日さん側が指定しないで自由に書かせるとこういう結果が出るようになったなと。うん なかなか面白い傾向だなと。ネットの影響絶対ありますよ。ああ野崎、あると思います。そうですよねそこはね。まあだからまあこの後いろいろあるからここばっかに引っかかっててもあれですが、まあ世論調査のあの数字はままだ続落する。そこはまだ僕は売ってないっいう。打ってないですねあの民やっぱりそんな感じ。私多分今セロンのいろいろ変わり目が来ていると思うんですそうですね。はい。あのちなみに言うとですね、竹下内閣って消費税を導入して。はい。 消費税最初の数字が三パーセントだったでしょ、はい、毎日、未だによく覚えてるの毎日分の世論調査三パーセントだと。支持率が消費税率と同じって言ってはない。いそれい、いくらなんでもなって言ったら、でも内閣が潰れたんですよ、やっぱり。えー、だからね、そこまでいかないまでもですよ。もっと続落してきたら、本当に危険水域入ってくると、これは岸田さんが。 打てませんんねなか全然この間みんなやるつもりでいましたけどね、どこの事務所もう逆に袖で金使っちゃって、もうやらせないって話になりますよね、それでね、ちょっと質問でいいですか、菅内閣の時の話、さされたでしょう、あのはあは尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件ですね、あの時に国民がやっぱり菅さんに不信感を持ったんですね、うをついてるだろうと。 こんなのな八件が判断するわけないと。はいはい、はい、あの不信感で三ヶ月か四ヶ月で四十ポイント落ちたんですね。四十もした。したこれがそのカーブだね。四十もした。はい。あ<ー>まあだからやっぱりですね、国民がこの首相は信用できないといかこの内閣この政党はおかしいと思っちゃうとダメですね。あのな八件の自責検事かなんかに無理やり言わせたあれは明らかに嘘を言わせてる。 もう聞いてるだけですぐ分かるような那覇地検の次席検事が嫌そうな顔でなんかこう国際関係に鑑みとかいうこと言ってなんで那覇地検が国際関係のことを考慮してないん <laughs> あの時横浜でなんか a <で>ペックのねエペック首脳会議やって日中首脳会談目玉で予定されてた、はい、それで中国が来なかったらどうするんだっつってね <laughs> そうそう <laughs> それで戦国当時官房長官が圧をかけたと、まあ、後にねそいろんな人が証言してるん,全部バレるんだけど、うん 確かににあれれががが不ななんてガタガタになりますすポイント,はイント直角ででよねちゃあ3番を読んでくださいい、えー、首相支持率続落に強がり見せるいずれ上がるず上岸田首相は自民党の遠藤総務会長と官邸で会い 行動各社世論調査で続落する内閣支持率について上上がががったり下がったたたりり下するるものだいずれ上がると述べたこれはねそれ一般論で言えばその通りなんですよし投げ支持率を気にしてもしょうがない上がったり下がったりするだからいずれ上がるとだけど今回はそうはいかないぞっていうのとそれと安倍さん僕ね安倍さんにぜひとも解説してもらいたのは自民党総務会長普通官邸呼ばないですよね。ま、うん、ですよあ、まあ、これもやっぱり、うん 何ですよね相談相手話し相手のもう耳の延長でで、ね、そういういことでしょ普通だったら夜宴席とかのいっぱい飲みながらちょっと愚痴を聞いてもらうっていうならまだあそんなことかなと思うけど昼間にですよこのまあ、まああ側近というかそういう人を呼んで愚痴をこぼすみたいな話をしたっていうのはいやいやこれはその岸田総理ご自身も相当痛んでるなという。 直感的にそう思いました,よ、ねはい、た,ただこれね、ちょっとこの遠藤さんが岸田さんと話した内容を記者にこう言ったっていう形なので、だから正確にはね、うちの後輩記者が聞いたところでは、はい、いずれまでは言ってても、その後上がるとはっきり言ったとはなってないんですよ。なるほど。まあ、こういう時はそう書かれますけど、みたいなね。<laughs> <laughs> ね えー、長谷さん,なんかなけければ次いきますけどイちゃん次4番をじゃあ読んでくださいはい、えー、岸田内閣支持率低下に麻生副総裁政治家の評価は死んで歴史家が公爵するもの24日札幌市で開かれた若手経営者向けのセミナーで自民党の麻生副総裁が講演。 下落が続く岸田内閣の支持率について支持率なんていうのはあまり気にしても意味がないのであって政治家の評価なんていうのは死んで歴史家がいろいろ講釈するのであって生きている時は褒めてもらえることはないとそう思っておかれたらどうですと述べた私ね厳しいこと言いますけど麻生さん死んでもね褒める人はいませんよ。あれはあんだけの話ですよ。 だ,だからねこれはまあもちろん岸田さんに対してね、まあ、慰めるつもりでおっしゃったんでしょうがそれはあれですよ、まあ、歴史家が何とかうんぬんかぬんというのはまあそれは結構ですけどそんなことを言ったら安倍さん安倍晋三さんはものすごい批判も受け,まし受けてましたけど生前に相当評価もされましたよしかも日本だけじゃなくて世界中から。じゃそれはどう説明するのかっていう話になるじゃないですか。ねまあ、ここで あ、まあんまり麻生さん攻撃してもしょうがないんだけど。まあ麻生さんもご自身が停止事実に苦しまれた方ですからね。ですからねまあ、そう、そう言うだろうなという感じですね。うん、ね,ねこう、こういうことでも言えば言うほど、岸田さん,どん,どんみ、どうでみ、惨めになっていくような。気もしますけどね、これはね、本当に。それでね、最近の岸田さんの発言、で僕はね、これ一番問題だと思います。礼ちゃん五番を読んでください。 はい、えー、首相、外国人と共生推進、人口減にらみ協調、民間有識者による政策提言組織、令和国民会議発足1周年大会、岸田首相は人口減少を踏まえて、外国人と共生する社会を考えていかなければならないと語った。足元の経済状況に関しては、 賃金上昇や株高に言及し前向きな動きが出ているこれを持続できるかどうかが大事だと語った人への投資などにより構造的な賃上げにつなげていくと訴えたで6番の長尾さんのツイッターもお願いします、はい、長尾先生です。 国家の重大政策は国民にしっかりと図った上で進めるべきです共生社会は理解しますが柱とするべきではありません安倍政権下で仕掛けたストッパーを外すなよこれね、えー、長尾さんねこの前段の岸田総理の外国人と共生推進云々というのは確か UAE に行った時に UAE は人口1000万そのうち自国民が100万人で 残る900万人みんな外国人なんですよっていう話をその時してそれを多分受けてこういうことをおっしゃってるだとしたら私はねちょっと危険だなともうちょっと慎重にちょっと待てともうちょっと慎重によく考えた方がいいんではないかというふうに私はすぐ思ったんですけど長沢さんの,のツイ i t t お書きになったのはそういう出身なんでしょうかどうなんでしょうか。 えー、まあプレゼンを先にされたわけですよねでその話の中には外国人共生社会うんぬんの言葉は全くなかったんで一旦終わって、うん、記者さんが、うん、あ質問をするとはい、はい、そしたらその記者の質問がねやたらですね 2070年には、うん、あの日本国内の外国人の割合も10%から12%ぐらいになるだろうとああそれで特定の地域には、うん、例えばあ住民の。 40%あるいは50%が外国人になるだろうとそういう地域ができてくるだろうということについて、はい、え国はちゃんとその覚悟があるのか覚悟っていう言葉を使ってるんです覚悟、はい、で、あと、その施策はちゃんとやってるのかと記者さんの、ね、質問にしては、ねうん、なんえらいとうとうん、々と演説をやっているような感じで、うん、それに対して岸田総理が、うん。 答えたのが先ほどの、えー、UAE のこととあとはカタールのことですから、ねうん、1,000万人に対して1割しか自国民にいない300万人にしてカタールは30万,30万人しか、うんうん 自国民いないと。うんうん、でこういう状態の中で、えー、そういうものもあるけれども、まあ日本にはあの日本の受け入れ方があるからそういう日本に馴染んだ共生社会をというそういう言い方だったんですけど、レジがよろしくないですよね。まあ確かにアラブのそういう出稼ぎでね内稼ぎな国っていうのは、はい、ほとんど奴隷労働ですから、ねはい。はいはい。まあちょっとそのレジがめちゃくちゃ良くない。めちゃくちゃ良くないです。だからね、だから心配するのその。 あの9対1とか1割だからうんぬんということよりもその前からその岸田総理はやっぱりそのい,ろいろんな形でね外国人を入れようとする政策をかなり打ってきてますよね。しかもそれは家族を帯同しししててもいいといとととううことを拡大しよよるわけですよそのことを考えると将来だから10年後っていうかまあ30年後ぐらいを見据えた場合に。 本当に大丈夫なんでしょうかというのは。 あのやっぱりもう一回慎重にそこ立ち止まって考えるべき重大な話だなという意味でそうですねやっぱりちょっと心配だなと私はここであの安倍政権下で仕掛けたストッパーっていうのはどういうことかというと、はい、まあ非常に厳しい批判を浴びた通称移民法で出入国入,る入国在留在留管理庁を作ったものの議の議論を作の。 はい、い,い,い,いわゆる1号2号をですねはい、はい、新たに作ったとで2号については永住権、はい、あとは家族の帯同も許すよと、はい、で一応法律は作ったんですけど、まあ、僕ら当時法務部会でカンカンガクガクの議論をやる中で、うん、法律は作るけれどもちょっと運用を高めにしようと、はい、いうことで外国人労働者はどん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 入れてほしいという。 方々からするとあまりにも運用のハードルが高すぎて、うん、もう使いもならんから冗談じゃないって苦情が来たんです。なるほど。ええー、まあそ,それ以上にあんな法律作らない方が良かったっていうそういう議論もまだ僕心の中にはあるんですけど、うん、ただ岸田政権になってですね、あの特定技能のは二種類だけだったんですけど、はいね、他の十一種類もこちら側に移行しちゃおうという,、うん、というような議論になってくると、うん、ストッパー歯止めが。はい。 外れるんですよ。すはい、あと運用についても相当厳しいことをやったんですけども、これ法律事項じゃないんで、うん、国会の決議を経ることもなく、行政の中でできちゃうんですね。あそういうこと。それを怖がる僕は一番恐れていて、法律はあるけれども、それが機能しなくさせるようにしたのが安倍政権下だった。なるほど。だからもその法律がある、うん、でも行政の範囲内で調整例で。 運用できることをぐっとこうハードル下げられるとですね<ー>一気に外国人がうわーっとこう入ってきて<ー>とんでもないことになるというようなことを岸田政権ならちょっとそれをやりそうな雰囲気があるし、うんうん、最近全然報道も出てないしなるほど、ね、自民党でもその議論されてないんですよ。 法務、まあ、部会って一つ昔かそうですけどちょっと穴なんですよね重大なことが割とスラッとあそこで通っちゃうというねそうですねで法務省って僕らのイメージからするとすごい保守的なとこだとも一番あそこすごいリベラル役所ですからね公安調査庁はちょっと待っても大正ちょこっとで,っで共有感が。 ね、あるのは本はちょっと違うんですけども、えー、これね、その次のお題になってますけども、うん、要は埼玉の川口のクルドのね、うん、話一つ解決なかなかできないような状況で、うん、あの強制と言っても強制にならんだろうと、ね、そういうことだと思いますね。じゃあレイちゃん次の7番を読んでください。はい、えー、クルド人の迷惑行為に警察動く埼玉川口市の住民とトラブル深刻化。 埼玉県南部に集中するトルコ国籍のクルド人と住民のトラブルで状況に変化の兆しが出ているという関係者によると一部のクルド人による改造者の暴走や騒音が問題になっていたが埼玉県警が違反者を捜査している模様だクルド人経営の一部企業に税務署や入国管理局、労基署 警察が調査に入り締め付けが厳しくなっているという。あのね、僕はねクルド人、イラン側に住んでるクルド人のキャンプというかをね中山太郎さんが概ね何というかなーー視察に行ったことあるん。<ー>それでクルド人の特徴はですね国境を越えるんですよ。で、あの辺のイランでもトルコとかあの辺のところにみんな散らばってるんです。うん だこれ国籍でトルコ国籍と言ってるけどトルコ人じゃないんですよあくまでもクルド人なんですよでその人たちはトルコ人という意識は本人がそもそも持ってないで,で川口で何、ね、やってることをまあ言ってみれば派閥争いみたいなそれをね数百人出てきて大喧嘩というかいや殴り合いして何とかっていうんでしょこれは日本の治安の,の観点からするととんでもない話ですよ全部抑え込まないと。 ここれを許したら日本全国でこんなことがあちこちで起きますよ。うん、私はそのことをとすごいやっぱり心配しますよね。え、うんね、これあ安倍さんなんかご意見があったら。うん、いやだから外国人をその特定技能者を含めてですね入れるなら入れるで相当考えてやらないと、はいはい、もう本当スラムチックやですねゲットみたいなのができてしまって、うん、あの全然強制にならないっていうねはい、はい、繰り返しますけど。 あの日本の人口を増やすというふうな話にすらならないということになるんじゃないでしょうかねだからねこれまた私いろんなデたら必ず言ってるのはヨーロッパを見のとヨーロッパがね難民だ移民だとそれなんか仏心か知らないけどどんどん入れた結果が今。 各国で一体どんなことになってるフランスもパリ見てみろとパリであんな放火時間を切ってゴミがこんなに散らばってなんとかってあれ全部移民難民を受け入れた結果なってるわけですよでそれは欧州各国みんな同じことなんでイギリスはそれで、えー、もう根を上げて EU から離脱までするわけですよそれが結局引き金になっちゃってるわけですよつつまりやはりね移民とかね難民はね そう,そう簡単に入れてはならない人道的なんとかってそんな綺麗な言葉で済まない話だから日本はそういううにならないように対岸の火事じゃなくてヨーロッパよく見据えて日本のそういう入国管理政策をきちっとやらないとああこんなもんあっという間ですよ突破されてしまえば私はクルド人のこの話はねその一番その例としてはいい例だと思うんでここはね国家権力で、ね、抑え込まないとダメですよ。うん 私、まあね、思いますけど、ね、これあの川口市のねこの件があった時もう早々に私川口行ってきて時間がいっぱいありますんで、うん、今は。<laughs> それで あの地元の人何人かって、まあ、たまたま友人が千葉県から川口に5年前に引っ越ししてたのはい、はい、いやここでねあの違反者を操作してるとか暴走や騒音問題になってたっていうのは、うん、ここ最近の話じゃなくて5年ぐらららいい前かしそれで事故を起こしたら狭い道をものすごいスピードでやるんで事故を起こすところがその車は盗難車誰の車か分かんない。うんうん 当然無保険結局泣き寝入りぶつけられた側があの保険で対応するというようなことであまりにもその生活習慣が日本になじまないので何とかしてくれとでそこでねクルド人っていう言葉を使うとね逆になんかね行政あるいはそのそのクルド人難民たちをまあ難民はいないんだけど人たちを支援する人たちから。 差別者扱いいされるらしい、うん、だから議会でその、まあ、決議書を取った時もクルド人と書か,かずに一部トルコ国籍の一部外国人っていう、うん、そういう書き方でやっているので何人かやっぱりねあの成功者がいるようなんですよね。あそうで,す、えー、で成功者がいる方がまあ,あの雇用をしてなるほどクルド人の成功者がい,いるんです。 それで車を運転してるんだけども難民申請中に、まあ、仕事をしちゃいけないし全員がダメってわけじゃないですけど、うん、あと国際免許証持ってるのかなと思って、はい、僕が行った時にもあのトラック運転してるおそらく多分クルド人の方なんだろうと思う方ね。あの 2台車ル見ましたよ。あれ免許持ってんのかねって言ったらいやあ免許の可能性あるんだよっていうような状態で、実はこの話って最近の話じゃないっていうい、うん、ところがちょっと深刻ですよ、ね、だから地元ニュースとして前からちらちら話ではなっていた。なってた。はい、それは全国ニュースになったのは最近。最近。だから急にじゃないんですよ。ええ、もうずっとそういうあ。あまりにもあの病院の前でね。うん 病院も決して大きい病院じゃないんですけれどあそこに300人がわーっとこう来るとね相当なあの大騒ぎになるだろうなとそらそうなんですよね、えー、そこはねありました。